Thank you very much, Mr. Torinomi. 皆さん、こんにちは。小川真嗣です。この発表ではですね、島書体という書体について発表をしたいと思います。これは消滅危機言語である琉球書語のために作られた新しいフォントセットです。このフォントセットについて理解するためには、その日本における消滅危機言語についての背景知識が必要になります。ですので、まず消滅危機言語についての話を最初にします。その後に琉球書語のために作った表記法の話をします。最後に島書体の話になります。今日のスライドは英語で作っております。まず知っていただきたいことというのは、日本国内にも標準日本語とは大きく異なる言語が存在しており、多くが消滅の危機にあるということです。これはですね、この地図は国連機関のユネスコが2009年に日本における消滅危機言語と認定した言語の一覧になります。北からアイヌ語、八丈語、奄美語、国神語、沖縄語、宮古語、八重山語、与那国語です。これらの言語の中にですね、この発表で琉球書語と呼んでいるこれらですね、言語が複数入っております。ここの奄美語、国神語、沖縄語、宮古語という、ここの八重山、与那国、これですね、これが琉球書語と呼んでいるものです。これらの言語は日本国内に存在する言語ですけれども、標準日本語との相互理解性というのはありません。要するに日本語とは通じない言語だということです。またこの琉球語の中でも距離がちょっと離れたりしますと、琉球語同士でも通じません。皆さんが想像しやすくなるようにですね、例文をお聞かせしたいと思います。琉球書語の中からこの宮古語のクリマ方言という方言をお聞かせします。もう一回やりますね。私が今話しているのも標準日本語ですけれども、それとは異なる音とリズムというものをお感じになるというふうに思います。この琉球書語を母語とする人々というのは年配者が多いんですけれども、そのほとんど全員が現在では日本語を読み書きすることができます。これは彼らが日本で生まれ育ち、日本語で学校教育を受けたということに理由があります。彼らは日本語の表記法で用いる仮名文字と漢字を使いこなすことができます。しかしながらですね、琉球書語というのは日本語の標準語よりも音の種類が豊富で、日本語を読み書きするための文字では十分に書き表すことはできません。また琉球語というのはここに出ているようなお年寄りだけのものではなくて、流暢には話せないんだけれども聞いたら理解できるといういわゆるヘリテージスピーカーズというものもたくさんおります。でこのグラフちょっとややこしいですが、このグラフは沖永良部島方言と宮古島の池間方言というところで、琉球語を聞いて理解できるかということを数値化してグラフにしたものですけれども、年代別に見ると、この例えば70代の人はもうかなりグラフの一番上ぐらいで聞けるという数字が出ています。で同じように40代の方であってもかなり上の方で聞く分には全然問題がないという、詳細は説明しませんけれども、要するに聞いて分かる人がたくさんいるということです。でこういう彼らの中には自分たちの地域言語を習得して話して書きたいと思っている人たちもたくさんいて、たくさん言語復興の取り組みというものが各地で行われています。しかしながらですね、先ほども申し上げましたけれども、琉球書語というものは日本語標準語にない音をたくさん持っていて、日本語を読み書きするための文字では十分に書き表すことができません。この事実というのはですね、日本国内に
ある種の格差というものが存在するということです。すなわち日本語を母語としている人たちは自分の母語を書き表す手段を持っています。ところが琉球諸語を母語とする人たちっていうのは自分たちの母語を書き表す手段を持っていないということですね。ですからここにギャップがあります。で、実はこの琉球諸語というものについては言語研究者の間でもコンセンサスを得たようなその汎用的な表記法っていうのが存在していませんでした。そこで日本語に表記法があるのと同じように研究者でも一般の人でも共通して使えるような琉球諸語の表記法を確立する必要があると私は考えました。そこで研究者というのを集めて次の本の中で提案したのが琉球諸語統一的表記法という表記法です。ですね、でこの琉球諸語統一的表記法というものの特徴についてお話をしたいと思います。この琉球諸語統一的表記法を使うとまず琉球諸語のすべての方言というものを同じ一つのシステム体系の中で書くことができます。そしてこの表記法はかな文字を基調としていまして、その分日本語で使わないような琉球語独自のかな文字というのも追加されています。でまた音を直感的に書けるように漢字は使用しません。そしてかな文字だけで書きますよね、書きますので語と語の間にスペースを入れるという表記法、いわゆる分かち書きを採用しています。よいしょ。でこれがですね、日本語に五十音図というものがありますけれども、それを、琉球語諸語用のバージョンはこういうものになります。五十音図にしてはえらい大きいと思いかもしれませんけれども、日本語の五十音図よりもずっとずっと大きな五十音図になります。このように大きくなる理由っていうのはですね、多くの琉球諸語というものが日本語標準語にはない母音ですとか子音、またその組み合わせというものを持っているからなんですね。で、母音を例に見てみたいと思いますけれども、日本語標準語っていうのは母音があ、い、う、え、おの5つです。ただ琉球諸語というのはこのスライドにありますように与那国語のように3つしか母音がないもの、あるいはハテルマ方言、八重山語ハテルマ方言のように母音が6つあるもの、また奄美の浦方言の7つ母音を持つもの、そしてから宮古の大神などは5つ母音があって、日本語標準語と数は5で一緒ですけれども、実質の母音の種類というものが音の音化というものが違っています。でこのスライドですけれども、次のこのスライドですけれども、これはですね、地域によって必要になってくるような先ほど申した新しいかな文字を示しています。どういうのを追加したかといいますと、日本語のかきくけこに対して息を強く出すかきくけこのような文字、あるいは日本語のパピペポに対して鼻にかけたパピプペポのような、そういう文字があります。この例にありますように日本語では使わない数百のかな文字というものを追加しました。その数百の新しい文字を追加したというと大変ですが、実際は琉球諸語の話者にとって完全に新しくて馴染みのある文字を追加したというわけではありません。ほとんどの日本語標準語にない音というのは日本語標準語のかな文字と結合する5種類の補助記号によって作られたものです。ほとんどの文字はこういう補助記号で表現されます。でこの今お話ししたような表記法を使って先ほどの動画の音声を書くとこのようになります。ワンガロータルスウィワモチチという感じになります。でこれらが標準語では日本語標準語では使わないような文字です。で今お話している表記法というのは20代から40代の若手の研究者19人で作りました。
琉球語の研究者っていうのはですね、それほどたくさん世の中に存在しているわけではありません。つまりその若手言語研究者のほとんど、かなりの割合がこの表記法の作成に関わったということになります。で、この表記法が現在までに使われた、2015年に提案した表記法が使われた辞書などをお見せしたいと思います。これは宮古語の多良間方言ですね、の方言辞典です。これとかこれとか、あの標準日本語の文字ではないような文字が使われていますね。で、私はこの方言話すことができないんですけれども、この辞書の見出し語、これなんかは発音することができます。ダリクスンビーという発音になります。次がですね、これは与那国語のカルタです。ここにまあ標準語では使わない文字が使われていますね。これは喉を閉めるタという音ですけれども、まあ、こういった表記法をですね、2015年に提案した段階で、次にフォントを作る必要があると思いました。今はあの手書きの時代ではなくてですね、電子的に読み書きができるということが重要で、電子的に読み書きができない言語というのは非常に立場が弱いです。ネット上でその言語を使って検索したりすることもできないからですね。そのようなデジタルディバイドを解消するために、我々発表者4人が計画して実施したのが島書体プロジェクトというものです。豊田財団から資金を得まして、自由工房に文字デザインを、それからエンジニアリングをリアルタイプ社にお願いして作成しました。見本帳欲しい方はこの後差し上げますのでおっしゃってください。で、島書体ですけれども、これは既存のコンピューターに搭載されている U 書体 のカスタム書体になります。ですからデザイン面の信頼性というのは、まあ、言うまでもないと思います。鳥の海さん、ありがとうございます。そして、琉球書語用の独特な記号というのを使ったかな文字と、日本語にもあるようなこういうかな文字の両方を搭載しているために、これらを混ぜてもですね、デザイン的には見栄えが悪くならないということになっております。で、このフォントの特徴ですけれども、引き続きまず入力方式については、日本語のローマ字打ちと同様にアルファベットで入力します。するとリガチャーによって文字が表示されるという仕組みになっています。こちらもリガチャーによって表示されるということになっています。 IME は使いません。これは標準日本語にはない文字、ユニコード登録のないような記号であっても、いわゆる標準的なキーボードで打ちやすくするというためにこのようになっています。これが独特な記号を出すマーキングですね。次ですね、リガチャーがこういうふうに働きます。先ほどの発表にもあったんですけれども、日本においては西洋などと異なり、クラシックなスタイルである縦書きというものが好まれる場合が多いです。ですから縦書きもできるというと縦書きもできるといいんですけれども、プロトタイプ版のフォントを作ってみたところ、マイクロソフトのワードで文字がひっくり返らなかったということがありまして、島書体では縦書き用のフォントと横書き用のフォントを別々に作らざるを得ませんでした。そのためですね、当初の予定よりも作成するフォントセットの数が倍になりました。島書体には、ゴシック体と明朝体がございますけれども、ここの縦書きと横書きの区別をするという、その倍にフォントが増えたということです。実はこの縦書き用のフォント
というのはですね、最初から90度ひっくり返してあるフォントでして、それによって縦書き表示を可能にしているという仕組みになっています。それから実は使用範囲にも制限はありまして、このフォントは全てのアプリで使えるわけではありません。テキスト形式ですとかアドビ社の製品は大丈夫なんですが、 Excel、PowerPoint では残念ながら使用ができない。ワードの場合はフォントと一緒に用意してあるテンプレートファイルというものを使わないといけないですけれども、ここはテンプレートファイルがあれば使えるということです。そしてスマートフォンですけれども、スマートフォンについてはフォント追加というのがまだ一般的な操作でないということがありまして、スマートフォンで今使う、自然に使うというのはなかなか難しい状況ということになっています。これらの使用範囲の制限っていうのはですね、リガチャで文字を表示していることに起因するんですけれども、私たちがリガチャを採用した理由というのは、先に述べたように標準的なキーボードで打ちやすくすること、それから独自に勝手なユニコードを割り当てないということを両立するためです。で、私たちとしてはこれらの制限、今の使用制限を改善するために、この取り組みをですね、広げていって使用実績を積んで、将来的に正式にユニコード申請をしていくことなどしてですね、その研究利用と民間の利用両方をどんどん拡大してですね、この消滅危機言語が記録保存継承といいますけれども、消滅危機言語が残るような取り組みに貢献していきたいというふうに考えています。失礼しました。ウェブについてはですね、ウェブフォントを使うことでフォントを購入しなくても表示ができるように準備を整えているところです。で、今日からウェブフォントも使うことができます。あと、もしフォントを購入していただける場合は、このサイトで、購入することができます。しまの文字ドットサイトですね。もう一回言いますね。しまの文字ドットサイト、こちらで購入が可能ということです。最後に全体的な問題を申し上げますけれども、もう全体として言えるのはやはりこのユニコード登録というここです。ここを最終的に目指してますので、ここは重要な問題です。使用実績を積み重ねまして、将来的にユニコード申請を行っていきたいと考えております。以上です。どうもありがとうございました。